声がかぶってる。バナナ TV。バナナ TV。もうさ。こんにちは。ちょっと平らじゃないとこ着地したから全然違いました、ね、着替えましたよ。そうね、清掃に清掃もう、あ、これロスの久しぶりだね、この学校ね。そうだよね、できそう。誰が言ってるとこだったっけ、これ。なんだっけ、スタローン、シルベスタ・スタローンが舞台衣装買ったりしたので。そうそう、スタローンのね、本当に懐かしいね、これね。来たこの感じ、懐かしいですね。いいね、いるね。じゃあ、よいよ、ついに木村さんが欲しがっていた金のネックレス。これだから、これからの流れで、うん、占いでもこれちょっとネックレス買った方がいいんじゃないかな。はい、このこちらのここ、はい、メイヤジュエリー、メイヤジュエリーさん、はいはい、あ、もうあるよ、ほら、すでにありますね。おお、すげえ、金輝いてる。ああ、行ってみようか。高いんだろうね。ね、こんにちは。こんにちは。あ、どうも、こんにちは。ちょっとうちのボスが金のちょっとネックレス探してるんで。どうも、こんばんは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 。よろしくね。あ、ちょっと見あ、ありますよ。ね。この辺だ。この辺はね、プレゼント。プレゼントね。今回はじゃあネックレスだね。ネックレス。ちょっと、どのぐらいの値段なもんなの、ね、うわ、例えばじゃあこれだとして、これが今いくらするのかね。556,500。あ、16万円。あれ、はい、24K24金です。へえ、こういうのないのかな、こういうの、このデザインあるの。店員の皆さん、ちょっと一回ちょっと見て、いや、一回ちょっとみんな来て。うわ、すげえいっぱい出てきた、井村さん。ああ、すごいね。あの、いい、うわー、かっこいい。こういうのあるじゃん。やっぱ24金だから、こっちの輝きがすごい。これ18金。これ18金。俺分かんない、18金と24金の方が純度が高いってこと。すげえな、これ。すごい、この景色すごいですね。こんな金のコロン、これちょっとこれがすごいです。これすごいよね。でもさ、これでちなみにいくら、この今見てるの、これいくら。ジャパニーズ円だと。一回つけてみようかね。あ、これ重りでいくわけか。こういう買い方なんだよね、重りで。16万ぐらいなんか。予想よりもちょっと下回るんじゃない。24金でこれだったらね、日本で買ったらもうちょっと高いと思う。そうですね、太さもこれぐらいがいいよね。ちょっとつけてみよう。そうちょっといい。これすげえな、この壮観だな、このサイズ感。ついに金の。あれ、足んない、届かない、長さが足んないって。何、首が届かない。ワンモーチャレンジ、ワンモーチャレンジ。そんなわけないよ、ほら、いけるでしょ。どう、あれ、無理。あ、2、3センチね、短いね。これ長いのないのか。そういうガンちゃん、いい点が違いそうですね。うん、長いのあります。あ、ある、長いのあるね。俺そんな首太人間かな、俺。そうでもなくない、そん、まあ、太いのか、でも万年ってことは。首じゃねえもんな、俺の、うん、もうあの顔面がもうあるからね。大丈夫だよ、日村さんに合う金があるから大丈夫。あるかね。そうだよ、今のはだから違うんで、日村さんじゃないんで。出会い、出会い。あ、これ全然余裕じゃん。あ、いけるいける、これいける。うわー、かっこいい。ちょっとあのリアルに、本当にどう。あ、いいよ、かっこいい。いいね、本当。やっぱね、ここにあって物足りなかったの、胸元が。これで閉まる、これいいじゃん。どうですか、さ、もうしてみた感じは、村さんに。思ったより、ぶっちゃけ思ったよりの違和感がなかったっていう。いや、ないない。あれ、ない。ちゃんとこう段階踏んできたから、俺。こう来てるからさ。
ないない言わない。ね、すげえかっこいい。ね、ちょっと俺も欲しくなっちゃった。だから一緒に行こうよ。